ふわふわ生地のオムレットやフルーツたっぷりのカップケーキ、そして真っ赤ないちごがたくさん乗ったバースデーケーキ。洋菓子店のショーケースは見ているだけで幸せな気分になりますよね。この美味しそうなケーキを販売するのはサンタのいるケーキ屋さんでおなじみのムッシュマスのアルパジョンです。おはようございます。おはようございます。ずっと気になってたんですけども、はい、こちらの年中サンタがいるんですけども、はい、これはどういう意味があるんでしょうか。社長がアメリカでサンタグッズを1年中売っている店を見つけたんですね。その時に1年に1回しかクリスマスがないんですけども、毎日ずっとクリスマスをやっててもいいんだ、だったらクリスマスのような形でやっぱこうバースデーケーキであったりとかお祝いするようなケーキを売るような雰囲気作りをしていってもいいのではないかということで、そういったお店作りをしております。これは1年中店に飾っててもいいんだなという思いになって、それをメインキャラクターにしました。アルパジョンというお名前以上にサンタのいるケーキ屋ということで、お客様には認識していただいたと思っております。30年前石巻市で創業したアルパジョン、現在は県内に7店舗を構えます。およそ60種類にも及ぶケーキをはじめ、バラエティ豊かな焼き菓子が並ぶ店内。特にシュー生地の上に薄いクッキー生地を乗せて焼いた熊の手シューラスクや、ベルギー産高級チョコレートを使用したとろけるクッキーは贈り物としても人気を呼び、今や宮城の定番のお土産になっています。また今年3月にオープンした名取箱塚店では、マスの代表自らが腕を振るうこだわりのハンバーグランチを提供。洋菓子の枠にとどまらず、新しい試みにチャレンジしています。そんなアルパジョンが創業以来最も大切にしているのがホールケーキ。お客様の記念日に選んでいただけるお店を作るというのが私の夢であり、企業理念にもなっています。お客様の記念日に選んでいただけないお店ではパティシエになった意味がないというのが私の考えでして、マスの代表が特別な思いを寄せるホールケーキ。このホールケーキの需要が1年で最も高まるのが、そうクリスマスです。クリスマスを1週間前に控えた人気洋菓子店の厨房に潜入しました。サンタがいるケーキ屋さんでおなじみの人気洋菓子店ムッシュマスのアルパジョン。お客様の記念日に選んでいただけるお店を作るというのが私の夢であり、企業理念にもなっています。記念日に選んでもらえるお店にと、アルパジョンが最も力を入れているのがホールケーキです。その需要が1年で一番高まるこの時期、クリスマスを1週間前に控えた人気洋菓子店の厨房に潜入開始。甘い香りが漂う厨房では、およそ10人のスタッフがホールケーキ作りを行っていました。今これはクリスマスケーキを作ってるんですか。そうですね、今日はちょっとお店というよりかは卸のケーキ、スーパーさんとかに卸すケーキがありますので。アルパジョンではお店で販売する以外にも、県内外のスーパーや百貨店にクリスマスケーキを卸しています。すべて合わせるとホールケーキだけでなんと2万台以上。クリスマスのおよそ1週間前からスタッフ総出で作り始めます。この日は冷凍保存が可能な生チョコのデコレーションケーキおよそ300台を製作。冷凍保存できない生クリームのケーキはクリスマス直前に作り始めるんだそう。こっち正面なんですけど、メリークリスマス読めるじゃないですか。それの右手前にこの赤いシール貼ってください。チーフシェフの岩田さんの指示のもと、息の合ったチームワークで作業を進めていきます。
アルパジョンでは今年は12種類のクリスマスケーキを用意し、先月1日から予約を開始しましたが、度重なる物価の高騰が重くのしかかります。今年特にイチゴが夏の暑さの影響でだいぶ取れないっていうふうには聞いてるので、ケーキには欠かせないイチゴをはじめ、チョコレートや生クリームなど原材料費が全体で 15% ほど上昇。人件費や光熱費の高騰に加え、円安の影響で海外から仕入れる包装資材も高値が続いています。去年クリスマスケーキの価格を100円から200円ほど上げましたが、今年もやむを得ずさらに100円から200円ほどの値上げに踏み切りました。本当は500円ぐらい値上げしてもおかしくない状況ですので、ただそこまで行くとお客様が足が遠のいてしまいますので、そこはギリギリでしております。そして迎えたクリスマスイブ、クリュー店の厨房では早朝からクリスマスケーキ作りを始めていました。これは今日の予約分ですか？今日の予約分と、あと店頭販売分ですね。予約なしでも買える？はい。そう、アルパジョンでは予約をしていなくてもクリスマスケーキを購入することができるんです。こんな寒空にうちのようなお店に来ていただいて、手ぶらで返してはいけないという思いが従業員にも必ず言ってますので。この日クリュー店では事前に予約されたおよそ700台の他に、予約なしで購入できる600台ほどのクリスマスケーキを用意しました。いらっしゃいませ、おはようございます。どうぞ。午前9時半の開店と同時に多くの人が訪れ、クリスマスケーキを買い求めました。してないです。すごいありがたいです、こんないっぱい置いてくれて。当日に買わせてもらえるとかなりありがたいなというふうには思います。今までずっと兄弟でと、親でいつもこれを食べてたんで、今年もこれ、ちょっと今回うちの奥さん結婚して、あと子供も来てるんで食べさせたいなっていうので、またいつも通りのこのチョコレートケーキ選びました。パティシエの技と熱い思いが込められたクリスマスケーキ、その一つ一つから今年も素敵な思い出が生まれることでしょう。どうしても私はホールケーキで祝っていただきたいんですよ。それを切り分けるときとか、そういうときに幸せが生まれます、思い出が生まれますので、とにかくうちのケーキがそのご家庭ご家庭のテーブルのど真ん中に乗る、本当にパティシエ冥利に尽きる日なので、アルパジョンのクリスマスケーキでクリスマスを過ごしていただきたいなと思っております。